ウォーロックは韓国のドリームエクセキューションが開発したオンラインマルチプレイ FPS 利用料金基本無料のアイテム課金制。日本ではユトプラネットによって運営され、正式サービスは2007年3月8日に開始された。2010年5月28日にポータルサイトリーボと共にシードックより NEC ビッグローブに運営上とされたが、2013年1月31日に c ドックへ再び運営上とされた。その後、c ドックはゲーマーズワンラインのウォーロック事業を2014年4月17日10時をもって終了し、ユトプラネットがウォーロックの国内配信権を取得した。2017年4月30日をもって、日本国内でのサービスは終了。 2019年2月7日に、スティーム版の配信が始まった。ゲームの舞台は1980年代冷戦、終結後の90年代で、世界一の原油埋蔵量を誇る、架空の国家ダーブロン共和国における内戦である。ダーブロン軍と少数民族の反乱軍である、NIU 軍の対立、戦闘が、ゲームのテーマとなるが、ゲーム中において、双方の軍に、兵器、 装備の差はなく、プレイヤーがどちらの軍に所属するかは、ゲームルームごとに変わる。兵器戦には、戦車や航空機といった、様々な兵器が用意されており、プレイヤーはそれらの兵器に登場して参戦することも、できる。グラフィックは、3D 描画だが、設定の変更により、ノートパソコンなどの低性能パソコンでもある程度の、クオリティでプレイは可能。かつては、通信が、 P2P 方式で行われていたため、ルーターのポート開放が推奨されていた。ポート開放されていない環境では、激しいタイムラグが発生し、戦闘にも大きく支障が出ていた。2009年10月29日に通信方式が P2P から C、S 方式に変更されたため、ポート開放の必要はなくなったものの、サーバーのリソース不足によって、ラグが発生する場合もある。 ゲームにログインし、サーバーとチャンネルを選択する。かつては、レベル制限を設けた初心者サーバーレジオンが用意、されていた。チャンネルは、不評戦、平気戦、AI モードの3つに分かれている。かつてのチャンネルは、小規模戦闘、中規模戦闘、大規模戦闘だった。各チャンネルの中にはユーザーが作成するルームがあり、ルームごとに戦闘が行われる。 プレイヤーはルームに入室したとき、ダーブロン軍か NIU 軍を選ぶ。マップデータなどの読み込みが行われた後、公兵、衛星兵、偵察兵、戦闘兵、重火器兵の5兵科の中から操作するキャラクターを選び、ルームに定められた目的の達成を目指す。ゲーム中に途中参加することも可能で、その場合は参加したい陣営を選択するだけでなく、 自動で陣営を選択することも可能である。自動参加の場合は、人数の少ない陣営側に割り当てられる。満員のルームやゲームが終了に近づいた、ルーム、ルームマスターが、人数制限を実施したルームへは途中入出できない。競合相手でもある、スペシャルフォースや、サドンアタックに見られない特徴として、SP が挙げられる。これは、プレイヤーのスタミナを表し、ダッシュやジャンプ、 ローリングなどのアクションをすると消費される。消費した SP は自動的に回復するが、これにより連続的にジャンプする移動などさっきのゲームでは頻繁に使われる技が使用不可能となるほか、SP をどのタイミングで使用するかなどがゲームの緊迫感をより高める要素となっている。また、銃弾をリロードする際、スペシャルホースなどでは使用した弾の分だけを充填するのに対し、 ウォーロックではマガジンごと充填する。そのため、スペシャルホースなど他の FPS と比べ、現実感のあるプレイが可能となる。レベル13以上のプレイヤーは、アイテムを購入した上でクランを作成することができる。作成者はそのままクランマスターとなり、クランの管理などを行うことができる。クランにはそれぞれクランページが与えられ、メンバーの募集や宣伝を行うことができる。 クランへの参加は、他のクランに参加していない限りは自由にできるが、クランごとに参加条件を定めて、参加を制限するクランも多い。クランはロビーで対戦クランを募集し、クラン戦を行うことができる。AI モードで登場する実験体基本形、実験体特殊実験体いずれのゲームモードにおいても、ゲームルーム作成時に以下の設定が可能である。なお、武器。 陛下が制限されるモードであっても、マップに存在する兵器は、攻撃に利用できる。すべてのマップには、背景設定、ストーリーが用意されており、ローディング画面において、その設定が表示されるが、演出上のものであり、実際のプレイにはほとんど影響しない。旧小規模マップ、旧中規模マップ、すべて、コンクエストモード用のマップである、旧中規模マップ、旧大規模マップ、トータルウォー。 マップマップによって出現する兵器と、初期位置が決まっている。兵器は一定以上のダメージを受けると爆発する。ハンビートールクレールレオパルト 2A690 式、センシャルクスゲパルト M109A6 パラディン CH-47 チヌーク UH-60 ミニガン MD500、R-64D アパッチロングボーエー -13 ダーボルト2ラフ R マーク、V 戦闘支援。 ボートエリコン l 9マイナス追空法や戦法、ありがとうございます。